が今日からゆうさんと呼ぶと決めました。みんながそうやって呼んでいた。私も25歳です。今までファズブッキングとして企画をやってきたゆうさんが今回初めて自分の名前を出して、あの中ゆうプレゼンツで、初めて企画をしてるということで、その中の一員で愛知から呼んでもらえて、めちゃめちゃ嬉しいです。たくさんは歌いに来れないかもしれないんですけど、これからもファズで歌えたら嬉しいなと思ってます。そこで皆さんともお会いできたら嬉しいなと思ってます。りょうこでした。最後は私も大好きなひなちゃんです。ありがとうございました。